ウエストランドドレッドノートウエストランドドレッドノートは、ボエボドスキーの考案した空力的に優れた胴体と、主翼を評価するために郵便機用に設計された、単発単用固定翼の実験機である。本機は、イギリスの航空機メーカーのウエストランドエアクラフト社が、A 航空省のために設計、製作した。一機のみが制作されたが、最初の飛行で墜落して、テストパイロットに重傷を負わせた。 ドレッドノートは、ロシアの発明家 M ・ボエボドスキーの理論をもとにした、未来的な設計と製造方法が、特徴の機体であった。風洞の中での理論の予備的試験が心を見られ、ある程度の成功を収めると、この設計案は、機体設計のためにウエストランド社に引き渡された。この時の設計案は、翌幅70フィートの双発機であった。この設計は胴体を含む、 機体全体が翼型に連なる先進的な空力性能を有する設計で当時の英国機としては珍しく主翼には支柱や長線がなかった。波状パネルの外皮で覆われ畝の刻まれた全、金属製のこの構造は近代的な応力外皮構造に匹敵するものかもしれなかった。もう一つの先進的な装備はフェールセーフを考慮した射出機構であった。 引き込み式の膠着装置を備えた、創発機として発案されていたが、この機体は、固定式膠着装置付きの出力 450HP を発生する、ネイピアライオン2へキレイ、V 型12気筒エンジン搭載の単発機となった。ドレッドノートが完成すると、パイロットのアーサー・スチュアート・キープは、タクシング試験と短距離の低空ジャンプ飛行を行い、年月日に、 最初の試験飛行へ飛び立った。機体は最初は安定していたがすぐに操縦不能な状態に陥ったことが分かり、間もなく高度約100フィートでドレッドノートは失速して墜落した。キープは機体から投げ出されて重傷を負い、後には両足を切断することになった。事故後キープは引退することなく1935年まで会社に泊まった。 この失敗の後にドレッドノートの開発は放棄されたが、この過程で生み出され使用されたアイデアは明らかに航空機の進歩であり、現在でも高い評価を受けている。出典、初原性能、ありがとうございます。